はい、こんにちは、白塚です。今回は柳井正社長と大前健一先生の共著、この国を出よという本をご紹介したいと思います。個人的には大前健一先生は私の中では最初のメンターで、ちょうど10年前、今39歳ですから29歳の時ですね、もうあと何ヶ月で30、自立しないといけないという、時に大前健一先生の本を、たくさん読んでですね、そして経営管理指導士という、民間の資格をですね、大前健一先生が出してらっしゃったんで、その資格取得のために、一生懸命勉強していたのが10年前でした。なので、ある意味、会社を辞めて、独立起業しようと思ったのは、大前健一先生との出会いが一番のきっかけでした。当時大前先生がですね、本の中で年収1000万円っていうのは世界60億人の中の6000万人、つまりトップ 1% なんだということを書いていらっしゃったんですね。で、その 1% という数字を見て、こんなに少ないんだと、年収1000万円っていうのはっていうことで、すごくこう衝撃を受けたのを今でも、10年経った今でも覚えています。で、その時に、自分がですね、この当時29歳の時にいた会社で、じゃあ目標を立てたんですね。40歳までに年収1000万円になろうと、40までに年収1000万円になろうというふうに目標を立てた時に、その会社で順調にこう昇級昇進していって、実現できるのかっていうふうに考えた時に、私の中ではですよ、実際は分かんなかったです。実際はどうなるか分かんなかったですけど、私の頭の中では無理だなというふうに思ったんですね。単純にこう何歳の時にどうなってどうなってどうなって積み上げて、実際はその例えば途中で本社の幹部になったり取締役になったりする可能性があれば、不可能ではなかったんですけど、29歳の時の私はですね、そこまでこう考えが飛躍できず、一現場の責任者みたいな人間でしたから、ちょっとこの会社で40歳までで年収1000万っていうのは難しいなとっていうふうに考えて、じゃあもう辞めるしかないという感じだったんですね。だから大前健一先生との本の出会いがなければ、もしかしたら私はもっとサラリーマンを長く続けていたかもしれない。その世界というものを、最初に私にですね、一鹿児島の学習塾講師に見せてくれた、感じさせてくれたのが大前健一先生でした。で、久しぶりにですね、大前先生の考えとか本をじっくり今回読んだんですけど、やっぱりすごくこう基準がすごい高いですよね。大前健一先生って言ったら、そのアメリカで、誰に大統領になってほしいですかって言って名前が上がるぐらいの人物でありですね、経営学といえばもう亡くなってしまいましたけど、ピーター・F・ドラッカーか大前健一かと言われるぐらいの方です。で、そして私がその外国ですね、海外に旅行した時に、海外の本屋さんでも大前健一先生の本は現地の言葉に訳されて普通に本屋さんで売っていたりという形でですね、日本での評価の何倍も何十倍も世界での評価が高い、そういう、大先生なんですよね。で、そういう方の本をやっぱり読むと、すごい基準がやっぱり高いので、本当に世界トップレベルの方なので、自分なんていうのはもう経営の毛の字もできてないんだなみたいな感じで、ある意味こう頭をこう叩きのめされるような感覚っていうのはあるんですけれども、でもやっぱりそういう、こう基準の高い方の本を読みながらですね、自分自身はじゃあ今日一体何ができるんだろうということを考えるっていうのがすごく大事なことなんだろうというふうに思っています。だから要所要所ではですね、この大前健一先生のような方の本を読んで、自分自身の現状に満足したいと、安心安定したいというような気持ちを奮い立たせて、いやもう全然まだまだだと、もう全然まだまだで、もう話にならないみたいな感じで自己否定をしていく必要があるんだろうというふうに思っています。でも今回の本に関しては、とにかくこの若者たちへの熱いメッセージという感じがするんですね。特に20代30代の人にとって、この日本っていう国にこうしがみつこうとすればもうチャンスがないと、
もうリスクを取らないっていうことが最大のリスクだということがこのメッセージだと思うんです。でこの国を出よっていうことなので、こう行ってもう帰ってくるなっていうことではなくて、一回世界に出て、そして世界基準の、まあ、決断力なり人を動かす力なり、もしくはリーダーシップなりを身につけて、そしてまた帰ってきたくなったら、もう一回日本という国にチャンスが再び到来した時は、ぜひ君たちがその日本の世界的リーダーになってほしいという、そういうこうなんか父親みたいなこう教育者としてのその厳しさの中にある愛みたいなものがすごくこう感じられる一冊です。まあ、今の日本ですね、もうここ数年の日本には正直こう経済的にはチャンスがないと、まあ、あの今年2014年で来年2015年ですけれども、70年前の1945年日本は戦争に負けてるんですよね。ポツダム宣言を受け入れて、あの無条件降伏していると。まあ、あの時は人と人の殺し合いで負けたわけです。物理的な、そういった戦いで負けたわけですけど、まあ、おそらく来年もしくは再来年2015年2016年っていうのはもう経済的敗北、日本に関してはですね、っていうような、まあ、要するに私たちの日本っていうのは経済っていう面で見ればですよ、もう沈みよく、巨漢タイタニック号に乗ってるようなものなんですよね。ジャパンアズナンバーワンって呼ばれたのが30年前なんですけど、その時は世界一人当たりの国内 GDP、国内総生産 GDP ですねが、世界一になったわけですけど、まあ、今はもうたった30年で、まあ、約20位ぐらいまで落ちていると、世界一人当たりの GDP がですね、それだけ一人一人っていうのがこう生産性が落ちているということになっているわけです。で、もともとこの日本っていうのは資源がない国ですから、資源がない中で唯一の資源っていうのは人材、人だったわけですけど、その人の面でも韓国とか台湾とか中国とかインドとか、もしくはマレーシアとかシンガポールっていった、当時日本がジャパンアズナンバーワンと呼ばれていた時に、あの発展途上国と呼んでいた国々にどん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 人材っていう面でも抜かれていっていると、まあ、そのことにこの柳井正社長と大前健二先生は非常に強い危機感を持っていらっしゃるわけです。なので20代30代の若者こそ、この日本をいつでも出て、そして海外で一回鍛えられてですね、この世界のジャングルの中を生き抜く力を身につけて、そしてもしまた日本という国にチャンスが訪れた時は、君たちが日本に帰ってきてこの日本を世界的リードできる国に引っ張っていってほしいという、そういうメッセージが込められているというふうに思います。あともう一点だけお話しすると、教育ですね。子供たちの教育に関しても、触れられています。大前健一先生はやっぱりご自身で、あの、インターネット上の大学、BBT 大学を、経営されていらっしゃる方なので、まあ、教育に対して非常に強い、情熱っていうのをお持ちなんですけれども、その、教育ですね。で、私も個人的に今2歳7ヶ月の娘がいて、あのすごく教育っていう、子どもたちへの教育っていうのはものすごくやっぱりこう興味関心が高いです。まあ幼稚園とかを見学に行ったりして、まあ、幼稚園小学校っていうふうに考えていった時に、まあ、日本の小学校はもう絶対ありえないなというふうに思っているんですね。だからまあ日本の小学校は基本的にありえないと、じゃあどうするかということで逆算で、まあ、あと 3,4 年っていうのをちょっと考えているところはすごくあるんですけど、まあ、幼稚園に関しては小学校ほど、画一的ではないので、まあ、園、そうそう、幼稚園の園ですね、園単位でかなりこう 特色があるので、まあ、いろんなところを実際この目で見て体験、娘に体験させて、まあ、選ぶなら選んでいこうというふうに思っているわけです。でこの、この国を出ようっていう本の中ではですね、デンマークの例が1点、出ていました。デンマークっていうのはものすごく小国、小さい国なんですよね。なので基本的にこの将来子どもたちっていうのはデンマークの中にしがみつくっていう選択肢がないわけです。デンマークではまあはっきり言ったら食っていけない、経済的に自立できない。だから最初からもう世界に出ていくことが前提の幼稚園教育というのが行われているというのがこの本の中に紹介されていました。でその中で幼稚園にはいわゆる先生という人がいないんだと、
先生ですね、先に生まれて答えを知っている何かを教えてくれる人がいないんだと。全員がファシリテーター支援役、子どもたちの支援をする役割の大人はいるけれども、いわゆる答えを知っていて物事を教えてくれる先生というのがいないんだというのが書かれていて、へえというふうにすごく大きな衝撃を受けたところです。なのでもう最初からデンマークを出て世界に旅立っていくことが前提なので、子どもたちの才能をとにかく潰さない、その自由にのびのびやらせることで、この子は一体どんな才能を持ってるんだということを一生懸命こう発揮させようと。でそのために大人が答えを教えるんじゃなくて、答えを知ってる大人が答えを教えるんじゃなくて、子どもたちのその自由な感性っていうのを最大限発揮させてあげて、そしてやがて世界に旅立っていってほしいと。まあ、そのためにはその物事の答えを知ってる先生が知らない子供に教えるっていう日本型の教育ではなく、とにかく子供に何でもやらしてみる、好奇心のまま、育ててあげると。で才能の芽を潰さずに何か一つでも才能を、見出していくと、そういった、役割を、幼稚園からもう担っているということを、紹介されていました。私たち夫婦もまさにですね、まあ、さすがにそのデンマークの幼稚園に預けるってことはないですけれども、まあ、それにかなり近い、ものがあれば、ぜひそういったところに、娘をですね預けたいなというふうに思っています。まあ、15年学習塾の講師をやってきたんですけど、勉強なんて何歳からでもいけるんですよ。別に国語、社会、算数、理科、英語、まあ、そういったものっていうのは別に小学校4年生で遅れを取ったからって言って全然大した問題じゃないんですね。一番まずいのはやっぱりそのセルフイメージ、もう僕はダメなんだとか私ってもうダメなんだって思ってしまうと、どれだけ成績がいい子でも絶対落ちていくんですよ。でもそれっていうのを何十人何百人単位でもう目で見てきたんですね。逆に今この瞬間勉強が全然できなかったとしても、僕は絶対できるようになるとか私は本当はすごいんだって思ってる子は本当に伸びるんですね。だから焦る部分と焦っちゃいけない部分って必ずあって、焦っちゃいけないのはいわゆる目先の点数です。国語、社会、算数、理科の点数が今何点、80点、誰々君は90点、あなたはもっと勉強しなさい、こういう教育だったらもうやらない方が絶対いいです。本当にあっという間に抜くときは抜きますから、全然点数が30点、40点だったとしても、セルフイメージが高い子がいざ本気で3ヶ月ぐらい勉強するとものすごいできるようになるんですね。で逆に今90点とか取ってても100点じゃないからって言っていつもいつもうっかりミスとかを指摘されてる子っていうのは本当伸びないんですよ。だから焦っていいところと焦っちゃいけないところがあって、焦っちゃ絶対いけないところっていうのはその子のセルフイメージを下げる、そういう言葉言動をするっていうのは一番子どもの教育でタブー、やっちゃいけないことだと思うんですね。逆にセルフイメージが高い状態のまんま子どもたちを見守ってあげると、その子がいざ本気になった時っていうのはやっぱりすごい力を発揮しますから、やっぱり一気に伸びていくんですね。だからそういう面で幼稚園とか小学校で1年でも早く国語、社会、算数、理科、英語ができるようになろうなんて焦る必要は全くないです。もちろんその子の中に何か国語の才能とか社会の才能とか英語の才能ってあるかもしれないんです。あれば本人が喜んで勉強しますからどんどん伸ばしてあげればいいと思うんですけど、やっぱその子にはその子の才能っていうのがあるので、その才能じゃないものっていうのはもうきっぱり諦めてあげた方がいいんですね。全部できる必要ないんですよ。今からの21世紀っていうのは全部できる必要ないんです。たった1個なんかすごくこう際立ったものがあればもうそれで全然勝負できるので、なのでそういった意味で教育っていうのを考えていきたいなというふうに思っているわけです。だから才能を潰すとかセルフイメージを下げるぐらいだったらもう通わない方がいい。逆にそれを大事に大事に守ってくれる、そしてその子がいつか自分自身でこういうふうになりたいなとかっていう憧れとか目標が出てきたら、本人が自分でその目標達成法を考えてそのために努力していく、そういう土壌っていうのを守ってあげる、そういう意味ではデンマークの幼稚園っていうのはもうすでにやっぱり率先してですね、この国にしがみつくんじゃなくて君たちは最初から世界に出ていくんだよっていう視点で、先生がいない、ファシリテーターしかいないという教育の事例っていうのは非常に参考になりました。ということで、この本っていうのは特に20代30代若い方
に、ですね、今例えば30代でですね、自分たちは30年後年金がもらえるんだろうかとか、そういう心配するんじゃなくて、自分たちには無限の可能性があり、世界っていうのは200カ国あって70億人も人がいるんだから、どんな時がいざってなったらいつでも自分は世界に出ていくんだっていう気概を持つということがすごく大事だと思いますので、ぜひ若い方には手に取って本を読んでいただきたいなというふうに思います。はい、ということで今回は、柳井正社長と大前健二先生のこの国を出ようというお話を、本をご紹介させていただきました。今回の動画をご視聴くださり感謝いたします。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。